準備はできたか。解決するのは早い方がいい。今夜、真夜中にやろう。ではここで待て。真夜中近くにあの子を埋めた場所へ連れて行く。住民に伝えろ。今夜は家から出ないように、玄関の外に塩をまくようにと。墓を掘るのにシャベルを持っていこうか。持っていけ。必要になる。用途は違うがな。もう少しだ。ついてこい。子供に名前は？いや、なぜだ。それが過ちだ。名前は封印になる。この場所だ。素敵な場所を選んだな。クソ、やめてくれ。自分の過ちには気づいてる。そうか。墓が掘り返されてる。空っぽだ。どういうことだ。ボッチリングがふらついてる。見ろ。抱きかかえろ、早く。暴れ出したらどうする。ガブリと噛まれちまうんじゃないのか。わめき続けると凶暴化する。今はおとなしい。くそ、凶暴化したらどうなるんだ。頸動脈を噛み切られ、助ける前に出血で死ぬ。動き始めたら教えろ。ここで落ち着かせる。拾え、抱きかかえるんだ。神よ。城へ戻るぞ。何これとか。ラバー菌に変化させるという古き伝説を試したいと言って。飢えた悪霊だ。ボッチリングが引き寄せた。なんてことだ。どうにかしろ。収まった。一体何をするつもりだ。俺は何もしない。お前の役目だ。言ったはずだ。玄関の下に埋めろ。伝承が本当なら明日にはラバー菌に。その後は家を守り、家族の捜索を手伝ってくれ。食われるのを待つしかないぞ。
聞いたぞ。落ち着いた。名は決めたか。いや、考えろ。大事なことだ。女の子か。アンナなら何と名付けただろう。次は何を。繰り返せ。大地と空の力にかけて。大地と空の力にかけて。お前が住むはずであった世界にかけて。お前が住むはずであった世界にかけて。許したまえ。生まれいでしも抱擁されなかったもの。許したまえ。生まれいでしもの抱擁されなかったものよ。そして我が娘として抱擁する。その名は。そして我が娘として抱擁する。その名はデア。よし、死体を埋めろ。どうなる。一日以内にデアはラバーキンに変化するはずだ。俺はここで待つ。お前は家帰れ。一緒に待つ。論外だ。だがあれは俺の子だ。こうなった原因も責任も俺にある。今さら親として振る舞おうとしても遅い。それにお前にできることはもうない。だがじゃない。あとはウィッチャーの仕事だ。できるのはボッチリングがラバーキンに変化するのをひたすら待つことだけだ。帰れ。もう無茶な飲み方はするなよ。